こんにちは、モネです。今回はボックスに眠ってましたケフラン・テラム選手を使っていきたいと思います。2020で強かったんですが、僕みたいに弱体化されてから使わなくなったという人がいると思います。ですが改めて能力見てみると結構強かったんですよね。グランドパス85とさばけてディフェンスができる、スピードは86、フィジコンと高さもあります。スタミナもあります。スキルもいいし強力な選手だと思い返しました。それではテラム選手使っていきましょう。まあ、さてる。お、ナイスカット。で、てる。よし。シャッチラムが飛び出し、くぅ、シャッチラム、ではまたお会いしましょう。バイバイ。